大福寺は、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ郡、ホナロ地区ナ地域にある、総統州の寺院。本尊は、釈迦如来。小玉解析によって解散された。3号は、白鳳山。アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。1914年、ハワイに渡った、小玉解析は、マウナロア山麓もの粉で近隣の商店に場所を借りて、 不況を開始、住民の寄付を集めて、翌1915年に簡素な道を建立した。本尊の釈迦如来像は当時のもの。当初の道は現在の位置よりも北に位置していた。現在の本堂は1920年に建設が開始され、1921年5月27日に完成したものである。その後、 1937年に観音堂が本堂の左側に建てられ、さらに1950年には僧帽が右側に加えられた。観音像は三木創作の作。また、33尾の正観音像がその両脇に置かれている。本堂の正面街の左側には、1961年に置かれた小型の祠があり、地蔵菩薩を祀る。 本堂部分は左右対称型で東ハフを持つ金属製の入りも屋作りであり日本式人建築を取り入れ現地の素材を利用して作られたハワイの典型的な仏教人様式となっている。同時は1991年にハワイ州歴史登録財、1994年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。ありがとうございます。